ゲルト・エンゲルス、ゲルト・エンゲルス、1957年4月26日隊はドイツノルト・ベスト・ファー練習士出身の元サッカー選手、サッカー指導者。父親はアマチュアレベルのサッカー選手で引退後はコーチを務めていた。エンゲルスも幼い頃から父親の指導するチームと行動を共にし、練習を手伝っていた。1975年、 U-18 西ドイツ代表に選ばれて5試合に出場した。エンゲルスの元には、ブンデスリーガのクラブから、数多くのオファーが舞い込んだが、その中から、幼い頃よりファンだったボルシア・メンヒ・エングラートバッハに移籍した。しかし、ボルシア・メンヒ・エングラートバッハでは、出場機会が回ってこないまま3シーズン在籍で、契約を満了した。選手時代のエンゲルスは、 ボルシアメンヒエングラートバッハでプレーしながら、で、少年選手の指導も行っていた。1979年にアーヘン大学に入学し、卒業後はケルン体育大学に進んだ。ケルン体育大学時代も、複数の青少年チームの指導にあたり、また同時にアマチュアクラブでのプレーも続けていたた、それらを合わせれば生活できる程度の収入を得ていたと、いう。 大学卒業も近づいたある日、学内に掲示されていた選手募集を見たのがきっかけとなり、1990年に日本のアセノスポーツクラブ、ミトホーリーホックの前身の一つに入った。クラブからの報酬はさほど高いものではなかったが、居住費や食費が出て日本語も勉強できるという点に魅力を感じたと語る。アセノスポーツクラブ在籍時は選手及びコーチをしながら、 スポーツメーカー主催のサッカー教室で散発的子供たちへの指導を行ったりしていた。この頃、たまたま日本に住んでいた幼馴染みのドイツ人女性を介して、その夫で、ソボイ・ヒデタカと知り合う。ソボイの紹介により1991年春より、黒田和夫の下で、滝川第二高校サッカー部の特別コチとなる。その後、ドイツサッカー連盟からふすばるレアラー。 最上級指導者ライセンスコースの受講が認められたため日本を離れる。6ヶ月間に及ぶフスバルレアラーの受講期間中には選手獲得のためにドイツを訪れていた横浜フリューゲルスコーチの木村文治と出会いスカウティングに協力した。ライセンスを取得して日本に戻った後横浜 F からサテライトコーチ就任のオファーがあり J リーグ元年の1993年にコーチに 就任した。監督が頻繁に変わる中、彼は一貫してコーチであり続け、1998年はヘッドコーチを務めていたが、10月に前任のカルロス・レシャックの辞任を受け監督に昇格。それから1月後、横浜 F と横浜マリノスが合併し、クラブが事実上消滅することが発表された。動揺が走る中、チームは合併発表以降、リーグ戦、 天皇杯のすべての試合に勝利した。この間、エンゲルスは、ホームゲーム最終戦のスピーチで、誰でもいい、助けてくれ。と叫んでアピールするなど、クラブ消滅に対して最後まで戦い、天皇杯優勝後も、ドイツでは、カップ戦で優勝したチームには、たくさんの企業からスポンサーになりたいと、オファーがある。カップ戦優勝チームが消滅するなんてドイツでは、あり得ないとごた。 翌1999年は、ゼネラルマネージャーの祖母井秀隆に壊れて、ジェフユナイテッド市原の監督となったものの、成績不振により、ファーストステージ限りで解任された。2000年からは、京都パープルサンが、現、京都サンガ会 C のヘッドコーチとなったが、前任の鴨も真まが解任されたのを受けて、セカンドステージから監督に昇格。 この年は、チームの J に降格を食い止めることはできなかったものの、翌2001年は J に優勝を果たし、さらに J1 に復帰した2002年には、牧知性や松井大輔を率い、天皇杯で優勝した。しかし2003年は対談した牧知性の穴を埋め切れず、開幕から10試合で2勝8敗の不審のため、解任された。 2004年から4年2ヶ月の間、浦和レッドダイヤモンズのヘッドコーチを務める。エンゲルス自身監督経験豊富にもかかわらず、一歩、下がって、当時の監督であったギトブッフ・バルト、ホルガーをジェックの片腕としてサポートする浦和にとって、貴重な存在であった。2008年3月16日、成績不振の責任とクラブ内の意思疎通の欠陥を、 問われたオジェックが解任されたことに伴い、監督に昇格した。これによって、J リーグのクラブで指揮を取るのは4チーム目ということになった。就任後、守備の要であるトゥーリオをボランチで起用し、ユース出身の堤美俊介やブッフバルト体制からセンターバックとして起用されることが多かった、細貝萌えを本職のボランチで起用するなど、サプライズ起用や若手起用などを行うことで、 チームの活性化を図る。数々の策が功を奏し、第13節 G 大阪戦まで、リーグ戦9試合負けなしの好成績を収め、位に沈んでいたチームを上位まで引き上げた。しかし、集団期間終了後は他チームに研究され始めた、こともあってか、思うように白星を得られなくなり、ナビスコカップは、予選リーグ敗退、連覇を目指していた ACL もガンバ大阪に敗れ、 準決勝敗退、2年ぶりの奪還を目指した天皇杯も横浜 F マリノスに敗れて5回戦で敗退するなどとチームは低空飛行を続けた。気策にすがるようにも見える起用法や采配には選手やサポーターから批判が起こり、選手紹介の際にスタジアムがブーイングで鳴り響く事態に陥った。そして極めつけは当時の主力だった永井雄一郎が エンゲルスの采配と浦和フロントのコンセプトの無差を公然と批判する事態にも発展した。最終的に長いはこの年限りで浦和を退団し、清水エスパルスへ移籍した。また、最後の望みとなったリング戦も、第32節清水戦、第33節 G 大阪戦に敗れ、翌日には名古屋が札幌に勝利したことによりチームは5年ぶりの無冠が決定した。また、 リーグ戦順位が4位以内に及ばなかったことにより、翌シーズンの ACL 出場を物がし、契約を1年残して、解任を通告された。2011年10月より、モザンビーク代表の監督に就任した。2014FIFA ワールドカップ、アフリカ予選途中の2013年6月に、成績不振を理由に解任された。2018年1月8日に、 横浜海監督時代選手だった吉田隆幸が監督を務めるビッセル神戸のヘッドコーチに就任した。2018年12月、京都のコーチに就任すると発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。